今日から働くことになってた新人、これ約束の時間だと全然来へんな、これどないなってね、これ、ほんま。あー、すいません、もうちゃんとせえよ、初日から遅刻して。すいません。ああ、ほんでな、はい、さっきからさ、謝ってんのはええねんけどな、君態度悪いわ。え、謝って、ああ、そうや、謝ってる時のちゃんとこの帽子取ろうや、それ。確かに、すいません。何ちゅう髪型してんねん、お前。気持ち悪い。これ、あの、毎朝お母さんにやってもらってるんですよ。お母さん、お父さんはやってくれへん。そういう問題ちゃう。佐藤はどこにおるんじゃい。そんなん言われたら僕ら知りませんよ。めっちゃ走ったらそうなるけど、諸見里どないしてん、そんな慌てて。シュ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 、人の字もわからんかった。おい、一体どないしてんや。シャンシュ、シャトーがいたんシュ。なに、ほら、来ました。こと探してるみたいけど、一体何の用や。お前らに用はない。お前らが持ってる時計に用があるんや。時計、これのことか。そうや、それこっちによこせ。いやいや、と言うたら力ずくで奪うだけ。おもろいやないかい。あっ、ナイフ、ポケットから直で。いや、気になるけど。行くぞ。おお、花月高校の佐藤君ってあんなにもなぜ方やったんや。そこちゃうねん。雷に近づいてきてるから君たちも危ないで。もう